明けましておめでとうございます。ギターフロンティアのゲリー鈴木です。今日は1月の10日ですね。さすがに10日ぐらい経ってますと元気よく明けましておめでとうって言いにくいよね。なんか思わず小さめに明けましておめでとうございますって言ってしまいましたけども、まあ、そういうわけで今年もですね、一つ皆様よろしくお願いいたします。もうおかげさまでうち今月の4日から営業してるんですけども、何名かね、学生さんが一生懸命お年玉持ってね買いに来てくれたんですよ。ありがたかった本当に、ね、みんなねこう財布から出すじゃないお金をこう折ってる、ほら札折ってるやつ、このなんていうのお年玉袋からもらったんでしょうね。そのお札を一生懸命こう広げてこう払ってくれるのよ。嬉しかったそれね。おじいちゃんとかお母さんとかね、要するに気持ちの入ったお金をいただくわけでしょ。そんな大事なお金をねいただくんで、僕もね本当に変な商売できないなと、もう念頭にあたってね、結構真面目なこと言っちゃいますけど、ちゃんと頑張らなきゃなと思いますよね本当にね。そういうことで1年の一発目はやっぱりこれですわ。ご紹介するのは僕と言ったらこれでしょう。ギブソンレスポールです。で今日の個体ね2005年製で、ギブソンレスポールのこれ 50s レスポールスタンダードって言うんですけども、50年代のネックシェイプを再現しているという、ちょっと若干幅がある感じがしますけども、さっきノギスでねこれ測りましたら、このナット幅が、43.4 です。ノギス測るとほんの少し太かん、でも普通かな。ちょっと音聞いて、まずクリーンでねフロントからセンターで、でリア、マーシャル風にするとこんな感じ。もっと歪ませるとこんな感じ、フルに。つけてみるとこんな感じかな。フロントで、あ、すごい素敵、ほらトーン絞るとこんな感じ。状態はすごく綺麗なんですよ。ちょうどね12年経ってるのかな、あんまり弾いてなかったみたいで傷があんまりないんですよ。まあ、細かいのあるんだろうけど、ほら目立った打痕とかないんで、金属のくすみもそんなないんですよね。綺麗です、ほらペグなんかも見て。はい、そういうことで2005年製のギブソンレスポール 50s スタンダードね、こちらもちろん純正のハードケースがつきまして、お値段がなんとお正月とかいきますよ、早いもん勝ちですよ。お値段なんと
13万8000円税別でお願いします。13万8000円で。そういうわけで今年も一つよろしくお願いします。ギターフロンティアでした。ありがとうございました。